スタメンのソシエダ、開幕ラージョ戦からしっかりいく。ラリーガ第1節、ソシエダ VS ラージョ。久保くん、選手生命をかけてでも移籍した方がええよ。わかりやすい泥舟だソシエダ。今のルアメリーノとスビメンディの移籍メディアの前で文句言うわ。戦術は終わってるわで、チーム状態最悪すぎる。ソシエダなぁ、に押してんだ。失点の仕方がひどすぎる。スローインの流れをインターセプトされて、そっからカウンターで失点。ソシエダ本当に見てられません。今後2時台の試合絶対見ないわ、きしょすぎる。もう今シーズンはソシエダ見ない。めちゃくちゃイライラしそう。久保が見たいからヘタフェもマジョルカもビジャレアルも見てきたけど、もう1年ソシエダ見なきゃいけないの普通にだるい。なお、用分スタメンがこちら。頼むから久保はオファーがあるなら移籍してくれ。今季もイマノルの一生治らないビルドアップ不全を見続けるのはきついよ。スビメンディ、リバプール行った方がいいかったね。久保建英もチャンスあるなら出た方がいい。ソシエダ、シーズンずっとこの調子だと思う。てかソシエダのこの攻撃でさっき XG3.54 で7ゴール決めた久保ってすごいのでは。マジちゃんといい攻撃作れるチーム行ったら2桁余裕やな。プロスギ28金レベル。